はい、えー、こんばんは、えー、ギフボーイです、えー。超絶クソ負けうんこトレーダーのギフボーイです。こんばんは。はいえー、何から喋ったらいいのかな。<laughs> えー、2024年10月19日20時ということで、えー、今月、ボロ負けです。投資成績。はい、マジでボロ負け。先月がね、 えーまあ他口座も合わせて420万ぐらい勝ちました420万すごいですよね9月成績良かったっす、えー、10月ほぼその利益を全部吐き出すぐらい負けました、えー、こちらが GMO 証券1月10月1日から出したんですけど、はい昨日の段階でですね372万 九十三円負けております。はい、三百七十二万でえっ、ー、とノックアウト講座とえっ、ー、と他のえっ、ー、とトラリピがですね合計で三万円ぐらい負けてるので約七十三百三百七十五万円今月負けました。もう確定した損益だけでね。はい。で今現状ねちょっと話しておくとえー、私ですね。 今、10万5千円の含み損があります、はいえー。ドル円のロング、ポンド円のロング、15枚ドル円のロング、ポン円のロング25枚、えー、スワップで1万円ぐらいもらってるんですけど、合計で10万5千円ぐらい含み損があります。さらに、J モコザ、さらに,ザ、えーさらにですね、日系のロング、えー、10万3千円。 含み存あります合計で20万円ぐらい含み損が今ある状態ですもうひどいもうだからこれ損切りしたらもうほんと400万ぐらい今月負けることになる今損切りしても400万ぐらい負けてることになるからもうめちゃくちゃひどいもうめちゃくちゃひどいですで今含み損ベースで言うと今の僕の資産が1810万ぐらいしかないです1810万 いやマジで落ちたちょっと前にね、2250万とかあったんですよ、2250万。それが、あのー、まあ、ふく他の講座でね、含み損もあって、トラリピとか、えーと、ライト FX とか、OG ニュージーっていうのをずっと握って、それが爆上げしちゃったんで、また含み損が今月広がってですね。まあ、で、だから先月、今月の頭のピークからすると、2300ぐらいあったんで、500ぐらい減ってます。 500はいいっすかね、450ぐらいかな、2270、60ぐらいあったとこから、減ってますね。まあ、一応ね、30万ぐらい出金したんで、ちょっといろいろ支払いがあって。まあ、負けた。でもうね、もう、一言、レバレッジかけすぎ。あの、もう今回、ちょっと、うん、一回落ち着かなかった。ちょっと今のポジションがね、 ある程度クローズできたらちょっとねやっぱりちょっと落ち着こう一回ちょっとね相場からいろいろ出勤しようかなと思ってますてかもっと前にしとけよって話なんだけどあのー本当にここ最近負けすぎもう負けまくり例えばちょっと前にねこの日経で負けて湯老字で負けてブチ切れて真夜中 まあ夜中というか昼間に本円のショートしたんですそうしたらね68万5,000円。大体この取引だってする必要ない取引だったんだよ。する必要ない取引なのに取引して結局全部で100万円の損。大きすぎるで100万円の損とか。うん本当にもったいなすぎる100万円の損とか。 で100万円損がなければ、1900万ぐらい、資金が残ってて、で、その後の取引日経のショートとかしなくて、まあ、もう一回出金、その時に出金しとけば、今の含み損の20万もなくて、100万円の損失もなかったはずだから、だからね、120万ぐらいプラスのところだから今、1950万とかで入れたはずなのに、だからね、もうここ最近ちょっと本当にひどい。もう本当にトレードがめちゃくちゃ。 うん、やっぱりね、負けたときに感情的になるっていうのはもうね、どうにかせなあかんもんで、で今、1800万でしょ、資産が。資産が1800万になったんですよ。そうで、もうね、ここで止まらんとやばい、うん、ここで止まらんとさすがにちょっとまずい、まずい、本当にまずい。 そうなんでですよで今これねグッズ屋さんからあのいつも僕の資産の、ね、表を作ってくれる人なんだけどこれね1924万でこのチャ,ートチャートになってるんですよ要はこっから天井打ってる状態でもさらにこっから120110万ぐらい減ってるんですよそうだからねちょっとやばいここはもうと今ここで止めないと まずいだからなんとか日経と FX もうプラテンしたら逃げるぐらいでもいいかもしれんほんまにそれぐらいで一回逃げて今ここでとりあえず止める1900えっと福溝がなくなるまあ今あの日経がね戻ってくると1840万ぐらいまでいけるから1840万ぐらいまでいけば で今含み存他のト,レとトラリピとかライトエフェクトで140万ぐらい含み損があるんで、まあ、そいつがねレンジ通貨でいつか戻ってくれば2000万はいける年末、うん、だからとりあえずね負けないようにちょっと <laughs> しなきゃいけないそれで月にほんとまず30万でも勝つ。 うん、だ月に、ね、1日2万とか3万4万ぐらいでもいいから、かつだから本当、ちょっと、ね、レバレッジね、貼らなくてもいいかもしれない。例えば,例えば今、FX とかでもさ、僕、10枚とか15枚貼ってるもうこれも貼りすぎかもしれ、うん。例えば今さ、ドル円とかでも149円とか、ユーロとかも、こんだけあるでしょ。 例えば100円の時代だったら30ピプスとか動かないけど今だったらやっぱ1日のね動きで50ピプスとか100ピプス動くとこある例えばそこで10枚入って、まあ、30ピプス取ったら3万円取れるわけだからもうそういうのでねいいかもしれん本当にうんと思いますでそれをね例えばねあのー、ちょこちょこやって月30万40万稼げれば少しずつでもお金増えてくるし 何より自信がつくと思うんで、もうちょっとここね、今年はね、一回ここ止まらなかった、ちなみに、すでに今年の確定損失の負けが870万です。870万。いや、止まらなかった、もう本当にいい加減ここ止まらんと、どえらいことになる。どえらいことになる。もうさすがにやばいうん。ただね、一応自分もね、それを感じてるから、 一応、自分もここ、これね、大事なんだけど、これ、えっとね、これね、国民健康保険が6万8400円まで値上がっちゃったんですよ。今までね、前の会社の任意継続して3万2千3万0 0 0円ぐらいだったんだけど、それがね、一気に跳ね上がっちゃって、一応、来年の2月までは全部払ってきました。で、ちょっとお金ができたら、えっと、来年の3月分も払えば、とりあえず来年の4月までね、 あの健康保険聞きますんでちょ,っとちょっとね、あのー、で、来月か、11月には、あれが来るんですよ。予定納税、来年の税金の予定の納税っていうのが来るので、それがね、十何万だったはずなんで、きつい、きついっす。<laughs> ちょっと一回ね、その辺もね、ちょっと動画にしたいと思います。あの要は毎月のランニンニグコスト どれぐらいいラ,ランニンニグコストがかかかるのかっていうそうそ国民年金も1万6000何歩とかかかるしねちょっとねまあちょっと一回それも動画あした動画しようかなと思いますということで皆さんお疲れ様ですちょっと本当にやばいボロ負けっす。